移籍後初勝利、そしてプロ初勝利を挙げました山本大輝投手です。おめでとうございます。ありがとうございます。山本投手プロ初勝利です。今のお気持ち聞かせてください。はい、本当びっくりして自分じゃないなと思ってたので、なんかぼーっとしてたら僕だったんでちょっと緊張してます。初めてのヒーローインタビューだと思いますが、今緊張しているという言葉もありました。ファンも目の前にいますが、どうですかこの景色は。そうですね、やっぱ立ってみて最高だなと思いました。初勝利のボールというのは受け取れましたか。見せていただけますか。そのボール誰に渡したいですか。そして誰にまずは報告したいですか。そうですね、まず両親にやっぱ丈夫な体に産んでもらったので報告して、で、妻もずっと支えてもらったのでありがとうって感謝の気持ちを伝えたいです。そのプロ初勝利を挙げました今日のピッチング、ご自身でも振り返っていただけますか。そうですね、やっぱり毎日そうなんですけど、一生懸命投げることだけを考えてマウンドに上がっているので、いい結果になってくれてよかったです。その好投もあり、今日は無失点リレー、試合終わった後には高津監督とがっちりと握手をしているシーンも見られました。どんな声をかけられたんでしょうか。まずおめでとうって言ってもらったので、すごく嬉しかったので、なんか頑張ってきてよかったなって思いました。さあこれでリーグも再開されます。巻き返しに向けてファンにメッセージをお願いします。そうですね、やっぱり必戦必勝でやっぱリーグ優勝とか目指してみんなで一丸となって頑張っていきますので、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。見事プロ初勝利を挙げました山本大輝投手でした。おめでとうございます。シュミ君、かっこいいじゃないですか。はい、かっこいいです。ね、スタイルいいし、めちゃくちゃいいスタイルはいいし、スタイルも顔もすべていい強いです。よしです。はい、ネクタイを最後までキュッと締める、当たり前やん。面白くないですか。いや、使ってくださいよ、絶対に。開幕に向けての意気込みを今日は聞きに来て、ふんふんじゃなくて。ウィンナーたちが笑ってる。ウィンナーたちが笑ってる。ショーって高ければ高いほど、それさ、これやるな、やってくれる。すいません。俺の部屋の前で、全部聞こえるんだ。全部聞こえてました。この1分20分の会話が。邪魔じゃないとこって言って、ここ選んでました。